ヒマラヤ杉は、マツカヒマラヤ杉属の常緑針葉樹。ヒマラヤ山無役西部の標高線5 0 0メートルから3200メートルの地域が原産地である。高さは40メートルマイナス50メートル、時には60メートルにまで成長し、幹の直径は3メートルに達する。樹幹は円錐型で、地面に水平な枝と垂れ下がった小枝がある。針のような形をした葉は、 ほとんどが2.5から5センチメートルの長さで、時には7センチメートルに達することもある。細長く厚さは1ミリメートルほどである。目は長く単独で生えるものと、短く20から30個で集団を作るものがある。色は明るい緑から青緑に変化する。目花の松さは損型で、7から1 3トルの長さで5から9センチメートルの幅がある。 成熟すると崩壊し、浴場の種子を落とす。尾花の松傘は4から6センチメートルで、秋に花粉を放出する。ヒンドゥー教において、ヒマラヤ杉は、聖なる樹木として崇拝されてきた。いくつかのヒンドゥーの伝説にはこの木についての言及がある。ヒマラヤ杉の森は古代インドの賢者が好んで住み、芝神に祈りを捧げ、厳しい精神修行を積んでいたという。 このような森は古代のヒンドゥー神話とシ芝人信仰の文書においてダーカバナと表記され聖なる場所としてのヒマラヤスギの森を意味している。パキスタンはヒマラヤスギを国の木としている。ヒマラヤスギの園芸品種シルバースプリング用ヒマラヤスギの旧家ヒマラヤスギは園芸植物として広く利用され公園や大きな庭園に植樹されている。 栽培できるのは厳しい冬がない地域に限られ、低、摂氏25度以下で生育することは難しい。確実に成長できるのは、ハーディネスゾーン8より温暖な地域である。西ヨーロッパ、地中海と国海沿岸、中国中南部、北米などに広く分布している。日本には、明治初期に導入された。 最も寒冷に耐えられる品種は、カシミールとパクティア州に分布している。これらの地域から産出された品種は、アイスレイガン、アイスウィンター、カールフックス、カシミール、ポーラーウィンター、シャラマールなどと呼ばれる。ニューヨークの伝統的な高桶水槽ヒマラヤスギは、建築材料として大きな需要がある。耐久性、南腐敗性に優れ、良質で緻密なキメは磨けば、 美しい艶が出る。歴史的には寺院とその周辺の造園に使われたことがよく記録に残っている。腐りにくい性質はシュリーナガルやカシミールの水上家屋に適していることが知られている。パキスタンとインドではイギリス領時代にバラックや公共施設、橋、運河や鉄道車両などに広く用いられた。耐久性があるにもかかわらず、 壊れやすい性質は椅子のような頑丈さを必要とされるデリケートな加工には向いていない。ニューヨーク市ではヒマラヤ杉で作られた伝統的な高桶水槽を乗せた小型の給水塔が個々の建物に設置されており、街の景観の一部となっている。アーユルベーダではヒマラヤ杉には病気を治す力があるとされている。木には方向があり、香料として用いられる。 精油は、防虫のために、馬や、牛、ラクダの足に使われる。また、カビを防ぐ効果も期待されている。樹皮と幹には修練作用がある。セダ油は、方向があり、特にアロマテラピーで利用される。その特徴的な木の香りは、乾燥によって、多少変化する。天然のオイルは黄色、あるいは黒っぽい色をしている。石鹸の香料や、家庭用スプレー。 床磨き剤、殺虫剤、顕微鏡用洗剤にも用いられる。ロアリスク、リースとコンサーン IUCN レッドリストでは、1998年版で軽度懸念に評価されたが、更新が必要とされている。ありがとうございます。